場で僕は蛇を飼ったの。見せ物になっててつらかったろ。ええ、少し。僕らは早速仲良しになったのさ。ずっと昔の大人が見つけて僕を責めた。気味が悪いぞ、早く捨てちまえ。でも可愛いんだがな。大人はなんだと取り囲んだ。ずっと昔の遠いあの頃。泣く泣く僕は野原に行ったの。大人は可愛いものが憎いんだ。あなたは大人にならないでね。そうともそれは君に誓うさ。ずっと昔の僕には言葉はたった一つしか見つからない。知っててよ、さよなら。いかにもそうさ、さよなら。ずっと私の頃か、おそらくずっと昔、中国の西湖一帯は何百年に一度という大嵐に見舞われました。この嵐が妖怪の仕業であるとしたら、皆さんはさぞ不思議に思うでしょう。そうです、これは不思議な物語です。しかしそれでいて優しい物語なのです。よく晴れた春の朝のことでした。仲良しのパンダとミミィは春の風に誘われて主人のシュウセンと笛の吹き比べをしていました。すると東屋に、そうです、嵐の日のあの娘が。
終戦の耳にはどこからともなく笛に答えるかのように絶えなる呼吸の調べが聞こえてくるのでした。終戦は思わず我が目を疑いました。心当たりについぞ見かけたことのない美しい人が、あそこだ。あ、待ってください。これか、さっきの音は。これで何もかもうまく。あ、どうしましょう。嫌な奴がいるわ。ちょっと風采は上がりませんが、偉いお坊さんです。彼が何より気にかけているのは世を惑わす妖怪変化の存在でした。おお、水槽の玉が光っておるぞ。何か始まるぞ。怪しげなことが。このほっかりの目の暗いをさ、勝手な真似はさせぬぞ。終戦には今朝のあの美しい人のことが妙に気にかかってならないのでした。その夜、まんじりともせず夜を明かした終戦はパンダとミミーを連れてこの不思議な呼吸の持ち主を探しに。ばあ、やだな、僕。おはよう。大変だ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 。
おはよう。これをあなたにお返しします。あら、それは私のじゃないわ、あなたのものよ、修仙様。どうして僕の名前を？そりゃそのあんたに教わったのよね。かわいいのね、お名前は？パンだってね。私おち。さ、行きましょう。パンニャン様がお待ちかねよ。パンニャン様って私のご主人様。そりゃそりゃ綺麗な方よ。この前の嵐の夜にこの町に着いたの。どっから来たかって言われても、それはちょっとね。どうぞ。パンニャンというのはひょっとするとあの美しい人かもしれない。あの人が私を。そう思うと、終戦とて若い男ですから、襟元など書き合わせて誘われるままにしずしずと後に従うのでしょう。またどうしました？何でもないの。あなたの知れないこと。大変だ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 。置いてけぼりか。中から現れたのはやはりあの人。終戦はあまりの美しさ神々しさに、ただもう心の中でなんというなんというとオウムのように繰り返すだけでありました。それではこれで失礼いたします。まあ、せっかくいらしてくださったの、こんなに早く。はい、いいえ。やっとお会いできたのに、お忘れでしょうね。どこであなたと、いつ頃？お聞きにならないで。ああ、その呼吸は本当にいい音色で。私の気持ちそのままになるのです。あなたをお慕いする私の気持ちそのままに。じゃあ、あなたは？お願いです。どうかお受け取りください。大切にしてくださいましね、終戦様。はい。夢ではないだろうか。どうぞ。
どうもありがとう。よかったわ、本当によかったわ。ごちそうはしたよ。まあ、ポンピョイ太鼓はウェーン、オイラはポン、僕はピョイ、ポコポンピョイ、そこでそいつが歌になる、ポコポンピョイ。ポコポンピョイ太鼓はウェーン、オイラはポン、僕はピョイ、ポコポンピョイ、そこでそいつが歌になる、ポコポンピョイ。ポコポンピョイ太鼓はウィン、オイラはポン、僕はピョイ、ポコポンピョイ、そこでそいつが歌になる、ポコポンピョイ。
石がキラキラキラ夜空から両手に落ちたお星様飾りましょう星の瞳優しいお方のその胸に妖精め今に思い知らせてやるぞ。夕べのこと宝物殿に泥棒が侵入し国宝が盗まれた。いやこれは皆その妖怪変化の仕業ですと。それについて実はそのそしてその夜終戦の見る夢はまことに優しいものでしたが、ただ一つ気にかかることは、夢の中のパイニャンが何か寂しげで近寄れば蝶になって逃げていくことでした。いい調子だろ。大変だ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 。パイニャン様、修正様。手に入れた。お前たちはそれをグルになって宝石を盗んだんだろう。いいえ、あの人の罪は。すげえ、ボロドモ、ボロドモすげえ。さあ、すげえわしに。よよ。お前たちは先に行け、先に行け。走ろう。いや、わしは見ててやる。おい、修正。を使ったとかにより訴訟に追放する。
この方があの若者にはさせられず、わしの気持ちは今に分かろう。祭りです。ここは終戦が追放された蘇州の町。終戦の哀れな身の上をよそに、人々は遊び戯れています。あい、まるよまるよ、これも仕掛けもない、これはさだよ。はいとね、はい、落ちる落ちる落ちない落ちないね、今土屋行くぞ。はい、はい、いらっしゃい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 、サナちゃんサナちゃんサナちゃんだ、飛びますよ。よっ、おー、お腹、うっ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 、しびれる、これが入ってました。よろしいか、種も仕掛けもない手になるよ。ほいのほいのほい、さあいらっしゃい。でもらいたいわね。それは困った。はい、でも片腕よりお金の方は私好き。よろしい、この腕あげましょう。いい、行こい。痛い、とても痛い。大丈夫、毎度ありがとうございます。誠に世は天下太平であります。彼らこそ言わずと知れたこの町に救う愚連隊のアンちゃん組です。
かぼちゃだんび。おいしいかぼちゃだんび。おや、知能犯というべきでありましょう。これもまた計画的犯罪の一種というべきですから。そもそも人間というものは少しでも気を緩めると妖怪変化の虜になる。綺麗な女じゃからというて決して心を緩めてはなりませんぞ。よろしくお前さん方は色恋などというものに惑わされず、その人の死をつつましく送るように、あなたのご恩を占っていただきます。アイニャンはどこにいるの？一目でいいから会いたい。ふちゃぐれちゃれれちゃれぐちゃぐいどっちに転んでもねちゃくちゃさ。
ミミ、どうかしてる。おいおい、新入りよ、新入りらしくよ、次をしてもらおうじゃねえか。ああ、そうだったよ。なあ、おい。さあ、話せよ。若いのには。バイニャ。ああ。身代わりになってくださって、ありがとう。やるだ、じじじ。待て。妖怪がまたしてもそなたの後を追ってきたぞ。妖怪。お主の身がいよいよ危なくなってきたぞ。ええ、あの女は白蛇だ。あの女、バイニャンのことですか。ハバレンベシ修正、そなたは妖精の虜になったな。今にひどい目に遭うぞ。これを見るがよい。するとパイニャンはずっと昔野原に捨てたあの白い蛇、パイニャン、嘘だ、あんな優しい人が。パイニャン、パイニャン、バイニャン、バイニャン、どこにいるの。さて、話は変わって、陸地を歩き詰めにしてやっとの思いで
この町に到着した2人、いや2匹。これこそ嵐の前の静けさと申すものでありましょう。Thank you.
仙様の子分になるか。なりません、なりません。お前らもなるか。なるよ、今なるよ。何とぞ何とぞ哀れな終戦の身をお守りください。見えたぞ見えたぞ、今こそ妖怪の住処を突き止めた。今こそ大事の人とは。もう離れませんわ。若い。そう分かって名前はさせるぞ。身の程を知るがよい。白蛇の分際で、修仙様、私を信じてくださいましね。あ、バニャン、バニャン、バニャン、どこ行ったの、バニャン。くどい、とっとと消えてなくなり。こうなったらぜひ参りましょう。修仙様をお慕いする私の力は強いか、私を憎むあなたの力が強いか、力の限り戦ってみましょう。
あった。おいよ、おう、修仙、おう、主はやっと救われたぞ。パイニャンは二度と人間の姿に化けることはできなくなった。ありがたいと思ったらわしを救ってくれ。何をぐずぐずしておるのだ。おい修仙、人間の姿でいられるうちにもう一度だ、修仙様に。でももうダメ、修仙様。パニャ様、お気を確かに。パイニャンとて蛇になった自分の姿を愛しい修仙に見せるのは辛いことでした。そこで最後の力を振り絞り、幻となってこの世から消えようと思うのでした。なぜ逃げるの、パイニャン、パイニャン。これは、しびすけ、これは。いや、よし。バカなやつだ。お墓に命を。様じゃないか。人さらいだよ、きっと。あいつ後つけよう。
ちょうどその頃、パイニャンは、いや、パイニャンの幻は、広い広い宇宙を泳いでいました。もろもろの妖怪変化の王である、竜王のもとに急ぐために。あの赤い星の中にこそ、竜王は住んでいるのです。和尚の寺です。今や心を入れ替えた町のチンピラたちはパンダの命令一家終戦を救い出そうと大笑わ。へい、こちらよ。見つかったっけ？さて、一方ミミィの知らせを聞いたパイニャンは、私がしっかり抱いててよ。ん？声がするぞ、どっからか。
やはりパン屋だ。修仙様、しぶといやつめ、まだ懲りぬのか。修仙様をお助けに。自分で殺しておきながら何をまたくそずうずうしい。だからこそ私は。くどい、ちょっとと消え失せろ。今度こそこの北海の妖術でお前の妖術を立ちどころに叩いてやるぞ。いいえ、私にはもう妖術は使えなくなりました、北海様。その手に乗るものか。よし、そうなればこっちも最後の手段じゃ。見ておれ、いいか。何か言ったか。もう聞こえんわい。こう見たところに私はお魚のせいよ。逃げるといいわ。のぼせて終わりようじゃな。少し水でも飲むとよいわ。Thank you.
やつけたな、こいつは。このわしをまるで悪そうのようにクソも我慢ならんと言えやつ。何はともあれ助かってよかったよかった。ええ、どうしようせ。ええ、命の花。するとパンヤンはもう蛇の妖精ではなくなったのか。そんなにまで修正の。
美しく晴れた朝です。ちょうど愛し合う若い二人の心のように、パンダとミミィは音もする気かな。あ、そう、それで結構。別れというものは誰だって悲しい。シャオチンは感じやすい年頃です。おや？でもご安心ください。ふるさとには彼女の友達が待っていました。さあ、どんな苦しみにも負けずに愛し合うこの二人の門出を皆さんと一緒に祝福しましょう。